モニタリングポストの高さが統一してないというそういう問題が発生してるみたいです。各地で放射線量を測定するモニタリングポストが設置されてますけど、しっかりとした基準で置かれてないということが今日の中日新聞に書かれてました。その報告によると地面からの高さが定まってないという問題です。モニタリングポストを計測部地面から立てるんですけど、その高さがまちまちで地面スレスレってことはないですけど、30センチぐらいだったり1メーターだったり2メーターだったり、そういうことがあったみたいです。ただこの高さというのが放射線量の測定のキーポイントっていうのがちょっと驚くところです。地面に近いと放射線量を多く計測してしまう、そういう傾向にあります。あとは隣に斜面があった場合、例えば崖とかですね、地面土が露出した斜面とかあった場合は、それに近ければ近いほどそれの影響を受けます。これなんですけど、工業系の学校を出ていれば物を測定するときにこの計測器の信頼性と測定する項目以外はどの場所でも同じになるように統一するって、ただ必ず統一しなさいって習います。計測器の信頼度とは、例えば体重計に100キロの重りを何回も乗した場合、その場合常に100キロを示すことです。同じ重さの重りを乗せるたびに100キロを示したり101キロを示したり99キロ、そういう風にばらつくものは、まあ、信用できないです。それは計測器として失格です。そういうものを使ってはいけないってことです。あと次に計測する項目以外はできるだけ同じにするという、統一するということです。これがこのエンジニア以外のところで見落とされる部分ですね。例えば車の燃費を調査するときに、同じ道を走行した場合でも往路と復路、行きと帰りでその調査結果が当然変わります。正確に調査するには全く同じ道で調査する必要があります。まあ、どうしても条件を合わせれない場合は、例えば往路の場合はこうだった、復路の場合はこうだった、その往路と復路その間 この燃費ですと斜面の勾配の図、そういうものを用意しておけば完璧です。ただできれば全く同じ条件で測定する、例えば昨日測定したら次の日に測定する、そういう風に2種類の測定方法、それはできるだけ近づけてください。例えば昨日と今日で、昨日が晴れで今日は雨、昨日はむちゃくちゃ寒くて今日はむちゃくちゃ暑いって、そういう条件もやめた方がいいですね。あとはエンジンって始動して温まるまでに時間かかりますので、例えば1回目測定して帰ってきたらすぐに2回目の測定を行う、そういう部分もそのエンジンのあったかさ、コールドスタートホットスタートっていう部分での誤差ができますので、そういうところを同じにする、それが特定する項目以外はできるだけ同じにするという見過ごされるポイントです。まあ、信じられないかもしれないですけど、技術者の教育、エンジニアの教育を受けた人は事前にこういうこのような行為ができてます。まあ、スッと頭の中に出て体が動くって感じです。それが故にモニタリングポストの高さなど、彼らっていうか技術者にとっては当たり前の項目を、この実際に計測してもらう一般の人に期待忘れが発生した、当然同じところに置くだろうっていう、そういう考えが今回のこの計測ミスにつながったんだと思います。もう一回整理して体重の例で示しますと、まず自分の体重を測定する場合は、測定するときは毎回同じメーターヘルスメーターを使ってください。で、違うものを使うとそれぞれに誤差がありますので、同じものを使ってください。あとは計測時間は統一ですね。一番確実なのは朝の食事前で、排泄量を足す前か後、どちらかで行ってください。量を足した後の方が正確かもしれないです。着衣は毎回統一してください。まあ、重要なのは重さですので、まあ、同じモデルであれば色違いとかは構いません。重量は統一してください。あとは知りたいのは毎日の変化であるから、着衣の重さ、風体って言いますけど、それは別に減じなくていいです。この部分に力を入れる必要はないです。あとは前の日に忘年会とか飲み会とかあった場合は、特殊な変化点としてコメントとともにマークしといてください。こんな感じで計測していくと、ちょっとエンジニア的にこの概覧に騙されない計測ができます。とこういう計測をやってれば、この今回のモニタリングポストの高さが統一されてないという問題に対して、あの一人も強いツッコミを入れることができます。エンジニアの知識すべて入れるのは難しいですけど、こういう簡単なところから仕入れ頭の中に入れていけば、生活の幅も広がりますし、いろいろ数字に騙されることがなくなります。ぜひ覚えていってください。以上です。